なんやこれ。おいこれ、カイトだ。これ本物な。あーですです。よし繋がってる。あ、これに喋ればいいのか。いいから早くしろ。聞こえているか、この辺。好き放題やってくれたな。だが怪盗団はこの通り健在だ。今度は貴様の番だ。首洗って待ってろ。英雄気取りの大悪党近衛明。あなたが人々から奪った願い、今宵我々が頂戴する。こうやって言ったんだよ。いや、噛んだ。もともとテレビって怪盗団だと。バカな。英雄気取りの暴君、滞在人被疑者近衛明殿、かっこ以下被疑者をこうと呼称。こうは大勢の罪なき者たちを陥れ、偽りの正義を掲げた上で研究者殺害容疑の罪をなすりつけ、さらには未成年に対する逮捕監禁被疑事件を敢行した。よって甲が犯した被疑事実に対し逮捕状を請求させていただくとともに、貴様が奪った人々の願い、今宵我々が頂戴かっこ摂取する。なんだこのふざけた文章は。エマ、何が起きている。奴らはジェイルに拘束していたはずだろう。回答できません。別の質問をしてください。なんだと。ふざけるなエマ、私はお前の主だと。答えろ。回答できません。別の質問をしてください。回答できます。くそ、私を改心させるだと。回答断め、私が簡単に倒れると思うなよ。願いを奪うこの私から。愚かな。私こそ大衆が待ち望んだヒーロー。ヒーローにあだなす悪の怪盗団よ、来るがいい。私がお前たちを改心させる。この絵のやつ今頃ひっくり返ってんだろうな。飛行船に予告状を巻く装置をつけるとはな。完璧な作戦だ。今頃飛行船の周り警官やらパトカーでいっぱいじゃね。だが残念、遠隔操作なのでした。モナ、善吉、お疲れさん。たく、大層な装置作りやがって。ソフィアもありがとな。ネットで使えそうな図面を組み合わせただけだ。装置は飛行船につけたままで大丈夫だよ。どこにでも売ってるジャンク品の集まりだ。問題なし。これでこの絵の耳にも確実に届いたはずだ。にしてもおっさん、予告状もうちょっとなんかなかったのかよ。英雄気取りの暴君、滞在人被疑者近衛明殿、以下被疑者をこうと呼称。こうは大勢の罪なき者たちを陥れ、偽りの正義を掲げた上で。何これ。逮捕状の請求書だ。なんか文句あんのか。予告状書けよ。なんだよコート故障ってよ。うるせえ。そういうお前も噛んでたろ。噛んでねえって。頂戴する。そうだね、こういう予告状も善吉さんらしくて面白いかも。なんとでも言え。うまくいけば予告状もこれが最後だ。最後の予告状か。
なんかちょっと寂しいね。勝負はまだこれからだぜ。さあ行くぜお前ら、最後の仕上げだ。準備はいいかお前ら。いよいよ決戦ね。この絵を改心させましょう。うん、最後全力で行こう。到着ね、行きましょう。待たせたな、クソヒゲ野郎。あんたのねじ曲がった心、叩き直してやるから。来たか。独りよがりな正義を掲げ、他人の心をもてあそぶテロリスト、怪盗団よ。どの口が言う。人々を意のままに操ろうと罪を重ねてきたのは貴様だろ。人殺しの汚名まで私たちに押し付けた。お前こそ本物の悪党だ。気づいていないようだな、私たちが似ていることに。なんだと。私もお前たちもこの腐った社会に憤り抗う存在、改心の力を使い大衆に変革をもたらそうとする同志だ。ふざけないで。あなたと私たちが同じはずがない。あなたの過去は知りました。とても辛かったでしょう。でも今のあなたは自分勝手な犯罪者に過ぎません。改心で悪を駆逐する、本質は同じだろう。私はそれをシステム化しようとしたに過ぎない。各地にキングを生み出すことによってな。どういうことだ。認知の世界が存在すると知った時、私はそれを典型だと思った。この腐った世界を変えるための、認知世界を使えばこの世界から悪を一掃することができる。それほどの力、使わない手はない。そこで私が欲したのは制御できる認知世界だった。制御、認知世界を。私の意思通りに人々の無意識に干渉し悪を消し去ることのできる認知世界だ。そのためにより人間に近く、それでいて絶対に服従する存在、そう AI による認知世界の創造を考えた。だから私はエマを手に入れ、沖縄の研究所でエマに認知科学を学習させた。結果エマはジェイルという人の心を改心させる独自の認知世界を作り上げたのだ。エマがジェイルを作ったってのかよ。だからキングが倒れてもジェイルは消滅しなかったのか。だがこのジェイルも万能ではない。一つのジェイルで一つの都市、それが改心を使える範囲の限界だ。世界中の人間を改心させるには多くのジェイルとキングが必要になる。そこで私は手駒を集めることにした。己の無力を嘆き世を呪う者、そういうものに改心の力を与えるとどうなるかわかるが、危機として改心を使い始める。それをエマを使って誘導してやれば操ることはたやすい。そうして選ばれたキングを使って腐った連中を改心させる。最後はキングさえも私の制御下に置けば世界中の誰でも改心できるだろう。それが私の描いた計画、オペレーションオラクルだ。だがお前たち怪盗団が現れ、計画は狂った。我が輩たちがジェイルを潰し始め、お前は計画の失敗を恐れた。だから我が輩たちを止めようと警察を動かし、アカネをキングにしたんだな。まだ遅くはない。障害を排除し計画を一からやり直す。
青いな、怪盗団のリーダーよ。だがお前にもいずれわかる。お前たちではどうあがいてもわずかな相手しか改心できない。私がこのシステムを使えばはるかに効果的で効率的だと思わないか。あなたが全てを決めるというの？神にでもなったつもり？んなもんてめえの押し付けだろうが。おかしな理屈だな。お前たちが行う改心は正しく、他の者が行う改心は許されないのか。これは改心のインフラ化だ。お前たちのできなかったことを私が実現する。ヒーローである私が完全なる正義を持って世界を統治してやる。そんな馬鹿げた計画のために茜を利用したのか。何の罪もない子供を。トラウマを抱えた人間を奴隷にし、その人生すらもてあそぶ、それのどこが正義だ。ではお前たちなら私を救えたと思うか。え、もしお前たちが生まれていたとして、父親に虐げられていた私を、逃げ場のない恐怖と苦痛にさらされた哀れな子供を救えたと思うか。こうしている今もかつての私と同じ境遇の者が生まれているだろう。そうした者たちをお前たちは救えていない。それはたまたま目についた悪を気まぐれに改心させるお前たちでは全てを救うことはできない。だが私なら全世界を改心させ、被害者すら生まれないようにできる。必要なのは子供じみた正義感ではない、正義を行うシステムだ。そんなの正義なんかじゃない。お前がしていることはただの洗脳だ。人から自由を奪い支配しているだけだ。では私とお前たちでは何が違う。人の心を変えていることに変わりはないというのに。わからないのか。何？お前の言う改心は人を牢獄に閉じ込めることでも、怪盗団はみんなを牢獄の外に連れ出してくれる。お前は願いを奪うけど、怪盗団は希望を与える。だから全然違う。本当は分かってるんじゃないのか。どうやらもう話しても無駄なようだな。相入れないというのなら、残るのは私かお前たちか、どちらが正義か決する時だ。この世界にヒーローはいない。なら作り出せばいい。大衆に正義の答えを授ける英雄よ。世界を統一し支配するヒーロー、それが私だ。この私を阻むお前たちこそ悪だと知れ。私こそ正義の執行者、この世の悪を滅するヒーローだ。怪盗団よ、その未熟な正義、私の手で打ち砕いてやる。ロボ、気をつけろ。こいつ内部にすごいエネルギーを溜め込んでる。ガネーション嫌え。見るからに超火力って感じ。ほんと好きそうなおもちゃだ。切れないな。手加減はしない。テレスだ。ジャネが来たよ。白熱属性効いてるぞ。ガンガン撃ってけ。全兵装出力最大。いただいていく。正義の裁きを、悪を貫け。食らったら絶対ヤバい。逃げろ。隙は必ずできる。今は回避に徹するんだ。クソ、勝て。巨大ロボとかありかよ。任せた。観覧しろ、怪盗団。
我が正義の軍門に下れ。ヨハンナ、ヒーローは私だ。私が悪のない世を完成させる。代わりに夢も希望もない世界、そんなの誰も望んでない。母さんの研究はそんなことのために使わせるか。アイデンに立つのは私だ。お前たちのやり方ではこの世の悪を一掃することはできない。だから必要なんだ、悪を生み出せる世界の新たな管理システムが。そんな押し付けのシステムなんてただの独裁と変わらないわ。自分の意志がなく言われるがまま。ありがとうね。そんな生き方、これでも私はしたくない。あの武器、前に見たやつだよな。野郎にぶっ放してやろうぜ。強力だが発射まで。タイミングが重要だな。はっ、いい、お見事、さすがの頭脳プレーだ。はい、ジョーカー、気力少なくなってる。気をつけて、オーバーヒートだ。敵の動き、チャンスだ。宇宙味の真似を切り立て、我が正義の化身よ。なんとかあいつは任せてくれ。まだだ、私は悪に屈しない。屈するわけにはいかない。おしん、その強靭な心がありながら道を踏み外すと。なるほど、お前は茜を利用した。その落とし前はつけてもらうぜ。お、すっげえな。やるぞ。こんなことがあってはならない。ヒーローが破れるなど。立ち上がる。悪を前に倒れることは許されない。敵ながら恐ろしい執念だ。ロボの時より迫力あるぞ。みんな気をつけろ。なんだこれ、さっきのロボの残骸か。それ気をつけろ、強い衝撃を与えたら爆発しそうだ。強い衝撃で爆発をさせない。こいつは逆に使えるかもな。ウィーンの追撃の炸裂、これだけじゃない。ヨハンナ、この程度で効いてるぞ。炸裂属性が弱点みたいだ。俺も潰るぜ。正義の光よ、おまねく世を照らせ。私の差は何だ。私はなぜ救われない。私は作ってみせよう、悪を許さぬシステムを。正しい世界を。ステドラは暗い世の中を捨てて、俺は悲しいだ。弱さしい。俺も続くぜ。だからこそ止めないと。ロイジャ、罪を重ねる前に正義の名のもとに悪を断ち切る。凄まじい剣さばきだ。無理に攻めるな。相手の動きをよく見るな。なぜだ、なぜ私の理想がわからない。この世にはびこる悪を滅する。していることは同じだろう。怪盗団、違うな。この絵、貴様、怪盗団は誰かの自由を奪ったりしない。誰かの犠牲に目的を叶える。それはあなたの父親と同じよ。こいつらから目をそらすな。この絵、俺が手を待ち、俺の出番だ。奪え。動かない。いいぞ、電撃が効いてる。そのまま攻めろ。どけよ。ほらよ。サンキュー。スカルが続けて決めた。ま、当然だよな。
翼をもがれようと、正義の心は消えはしない。私は負けるわけにはいかない。正義のヒーローは必ず勝つ。勝たなくてはならないんだ。それもてめえの思い込みだ。俺らだって負けられねえよ。さあみんな終わらせてやれ。逆境を力にしてみせる。任せた。それが正義のヒーローだ。その根性別のとこで使えってんだよ。消えろ。みんな続くわ。まだだ、まだ膝をつくわけには。ウルトナが新技を覚えたのかい。新技か、悪くない。まだだ、ヒーローは倒れん。私こそが正義の執行者だ。私を否定するのかジョーカー。お前たちは私と同じ正義を。俺らだって何が正義かなんて分かんねえよ。俺らがやってきたことが絶対正しいなんて言うつもりもねえ。それでもみんなを言いなりにするなんて許されるわけない。創作に没頭したい日がある。街をあてなくさまよいたい日もある。そして友と語らいたい日がある。そんな思いを捨て去られ、目の前のものに従うだけの人間、それでは運命を受け入れるだけのただの奴隷だ。あなたの行いは人から意思を奪い、人の自由を否定する。それは結局あなたのお父さんの行いと変わらない。人が人であることを踏みにじるもの、あなたが憎む悪よ。私が悪だと。我が輩たちは誰にも縛られず自由に道を選ぶ。己の意志で己の道を進むためにな。だが私が敗れたらこの世界はどうなる。この世にヒーローなどいないのだ。私だけが人々を救える。本当にそうか。私は見てきた。キングや改心された人たちをみんな幸せそうには見えなかった。お前のやり方は誰も救えてないんじゃないか。でなあ、この絵、世の中には確かに悪が溢れてる。許しがたいクズどもがな。だが怪盗団みてえに立ち上がるやつだっている。こいつらの存在によって勇気をもらったやつがいる。どん底の闇から立ち直れたやつもいるだろう。こいつらの行動がそんな連中の心に眠ってた勇気ってヒーローを目覚めさせたんだ。それもまた世の中を少しはマシにする方法なんじゃねえか。いや、だがお前がやろうとしたことはそんなヒーローを消し去ることだ。そうやって与えられた平和に甘んじることが誰にとっても幸せなのか。ヒーローを消し去る。この絵、お前が本当に救うべきは人々じゃねえ、他ならぬお前自身だ。20年前父親を殺めてからお前はずっと逃げてきたはずだ。どんなクズでも親を手にかけた事実、いつ逮捕されるかもわからない不安、一人で強くなる以外お前は自分を守れなかった。私は、そう、私は父を殺し、嘘で罪を逃れ、正義を謳って目を背けようとした。そんな私こそただの悪だったら、この絵、お前の中にいるヒーローの力でそろそろ自分を悪から救ってやれ。私を悪から救う、私の中のヒーローで。そうだったか。
こんな近くにいたとはな。私の負けだ。全ての罪を告白し、裁きを受けよう。エマを消去する。約束しよう。怪盗だ。できることなら証明してくれ。私は、私より正しい者たちに敗れたのだと。これで、あとは結果を待つだけだ。いろいろ分かったね。エマのこと、計画のこと。この絵はエマに認知科学を教えて、ジェイルを誕生させたと言っていた。これでエマが止まれば、ジェイルも消えちまうはずだ。ってことは、これで濡れ衣は晴れんだな。まあ、この絵の自供次第だが、大丈夫だろう。なんだよ。ううん、ただあなたが私たちのことをあんな風に言ってくれるなんて少し嬉しくて。ああ、正直この絵の言うことにも一理あると思う点はあった。だが善吉の言葉が俺たちの存在理由を思い出させてくれた。私たちが誰かの勇気につながるかもしれない。それも怪盗団を作った理由だしね。うん、いいこと言ったぞ善吉、褒めてやろう。偉そうに言いやがって。とにかくやることはやったんだ。とりあえず今は、だよな、大阪のうまいもん制覇しようぜ。よし、大阪食い倒れツアーだ。串カツ、豚まん、お好み焼きに、私たち大阪に来てから食べてばかりね。若えやつが細かいこと気にすんな。今日は俺のおごりだ。何でも食え。よっしゃー、太っ腹だなおっさん。店は私に任せろ、何でも見つけてやる。最強の食い倒れソムリエ来たー。やれやれ、はしゃぎすぎるなよ。現実で動きがあるのはこれからだからな。大阪には寿司の名店もたくさんあるぞ。なに、突撃するぞお前ら。待て、てっちりカニ鍋も忘れるな。また鍋かよ。でも乗ったぜ。ほどほどにしとけよお前ら。マディス社代表取締役の近衛明です。本日はマディス社を代表して皆さんに重大な発表があります。弊社が怪盗団からハッキング攻撃を受けたと発表した件について、そのような事実は存在せず完全な自作自演であったことを報告いたします。首謀者はこの私、近衛明です。怪盗団による企業テロを装い重大な犯罪の隠蔽を図ろうとしたのです。その犯罪とはエマによる人の心の操作。弊社コンシェルジュアプリエマに人の心を操る機能があったことを認めます。会話を通じて心を誘導し人々を言いなりにさせる、そのような洗脳とも言うべき行為を行う機能が実在していたのです。一部で話題となっていた怪心事件とはその機能により生じた異常行動、人の心を操作し犯罪まがいの行為までさせる、到底
許されるものではありません。弊社研究施設の所長産方修造氏が亡くなったのもその実験の結果です。本来私が負うべき責任を怪盗団になすりつけようとしたのです。それだけではありません。私は許されない大罪を犯しました。今から20年前、私の父を殺害したのは押し入った強盗などではなく、この私自身です。人を死に追いやっておきながら、その罪を他者になすりつけ、自らは罪を逃れる。それが私の犯した許されぬ罪の数々です。本日をもって代表取締役を退き、警察に自首する考えです。エヴァについてはサービスを停止、 AI そのものを消去いたします。全ては私の身勝手な願望が引き起こしたこと。どうか皆さん、この愚かな男を、悪を罰してください。人の心を操作って、ほんま？エマって、あのエマ？怖っ、消しとこ。この絵さん、日本のヒーローだと思ってたのに。やっぱ怪盗団、ええやつらってことやん。騙されたわ。よっしゃ、うん、うまくいったね。怪盗団の逆転勝利だ。全ての元凶は倒れた。ようやく一件落着だな。あとはエマの停止が確認できれば、私たちの役目は終わりね。ああ、そこから先は警察の仕事だ。俺はこれからこの絵の逮捕に向かう。しっかりね。よろしくお願いします。おう、じゃあ行ってくるぜ。さて、私たちはどうしよっか。明日には結果も出るでしょうし、そうしたら東京に戻りましょう。いよいよ旅も終幕というわけか。じゃあ最後に大阪の街を観光していかない？面白いものがたくさんありそう。お、いいんじゃね。これでジェイルが消えればこの旅も終わりか。そうだな、あっという間だったなあ。私との取引を覚えているか？私は怪盗団を手伝う。代わりに私は心を学ぶ。この旅でたくさんの経験をして、私は人の感情をいろいろと知ることができた。だが心はまだよくわからない。ずっと考えていたんだ、この絵とお前たちの何が違っていたのか。この絵は人を救おうとしていたんだろ？それは怪盗団も同じだと思う。だがこの絵は方法を間違った。どこがいけなかった？確かにこの絵にはみんなのような仲間がいなかったんだろうな。でも私はこうも思う。怪盗団のみんなは自分たちの生き方を信じてる。この絵やキングたちにはそれができなかった。怪盗団がそう生きられるのはきっと強い心を持っているからだ。旅が終わってしまったら私が手伝うこともなくなって取引は終わりだ。私が何者なのかも、ジェイルがなくなってしまったらもうわからなくなる。私はどうすればいいんだろう。私に怪盗団のような強い心があったらきっと自分の道を決められるんだろうな。おい、こら、ソフィア、何勘違いしてんだ。この旅が終わったって我が輩たちとの取引は終わらないぜな。そうなのか？当たり前だろ。ジェイルは消えちまうが、
ここまでの旅で分かったこともたくさんある。きっとお前の秘密にしたって調べる方法が見つかるはずだ。我が輩たちが一緒に探してやるな。二人とも。だからもうそんな寂しいこと言うな。我が輩たちは仲間なんだ。ずっとこいつのスマホに入ってたっていいんだぜ。その方がこいつも我が輩も楽しいからな。ありがとう。おーい、何してんだ。お、待たせちまったか。我が輩たちも行こうぜ。社長、一体どういうことなんですか。さっきの会見は本当なんですか。やめなさい、社長には社長なりの考えが。いいんだ、君たちには迷惑をかけた。全責任は私にある。今から警察に自首してくるつもりだ。すまないが後のことを頼む。社長。その必要はない。あなたたちは。警察だ。近衛明、お前を逮捕する。容疑はお前自身が一番よく分かっているな。娘が世話になったな、近衛明。君は、お前が最後にキングに仕立て上げたのは俺の大事な娘だ。お前は手前勝手な目的のために大勢の人間の人生をもてあそんだ。そればかりか、年端のいかない子供まで利用し己の欲望を満たそうとした。その責任は取ってもらうぜ。申し訳ない。私は人を、人の意思を蔑み、その存在すら否定しようとした。それは私を虐げた父と同じ。立て。話は署で聞く。大和田や警察上層部との関係、洗いざらい話してもらうぞ。俺はお前を許さない。だがお前の自白で多くの人間を救える。あとはお前次第だ。なれよ、正義の味方に、ヒーロー、アキラ。答えを選ぶのはお前だ。もし。
そうね。うん。ねえねえ。おう。ふんふん。うん。だったら。それじゃ、うん、そういえば、やれやれ。というわけで事件解決を祝して乾杯。乾杯。かあ、やっぱ仕事の後は炭酸だな。おっさんか。というか、なぜウニバなんだ。大阪と言ったらウニバでしょう。賑やかで雰囲気も合ってるかなって。さすがアンドのナイスチョイスだ。お前、怪盗服でバイトしてこいよ。人気出るかもしれねえぞ。おいこら、着ぐるみじゃねえぞ。こうしてると去年のことを思い出すわね。怪盗として命を懸けて戦って、苦労や喜びをみんなで分かち合ってた。だが倒したターゲットたちの印象は以前の主たちとはまるで違うな。ヒイラギアリス、夏目アンゴ、兵藤マリコ、そして近衛明。倒すべき敵だったのは間違いないが、それぞれ事情を抱えていた。それで罪が消えはしない。だが単なる悪と切り捨てるのも難しい。そうだね。みんな何かに苦しんでた。誰だって悩んだり迷ったりすることはあるわ。そしてそれはきっと一生続く。でも大切なのは何かにつまずいた時にどうするかってことなんだと思う。キングにされた連中はそのつまずいたところをつけ込まれたんだ。改心させて周囲の人間を言いなりにすることで本当の自分から目を背けちまった。でも決して人事じゃないよね。苦しくて辛くてどうしようもない時にそれを解決できる方法があるって聞いたら、私たちだって迷い込むことがあるかもしれない。ああ、俺らの場合は大丈夫だろ。また調子いいこと言って。誰かが悩んでたら他の奴らが放っとかねえだろ。俺一人だったら危ねえけど、
お前らと一緒なら大丈夫って気がすんだよな。リュウジ確かにそうね。特にリュウジは注意しとかなくちゃ。お、鉄拳制裁の出番だな。なんで俺だけなんだよ。そうだな、みんながいるならたとえ苦しいことがあっても道を踏み外したりはしない。怪盗団なら大丈夫だ、私が保証する。何一言みてえに言ってんだ。お前も怪盗団だろ。ああ、ソフィアも善吉も我が輩たち怪盗団の仲間だ。ありがとうみんな。よし、まとまったところで大阪最後の夜を満喫するぞ。くそ、頭いて、昨日の炭酸が残ってやがる。俺も吐き気が。知ってるぞそれ、二日酔いってやつだな。いや、炭酸で二日酔いとかないから。はしゃぎすぎて頭ぶつけたのと、ただの食べすぎでしょ。そうなのか。まったく、バカなこと言ってソフィアを困らせない。相変わらず騒がしい連中だな。善吉、ニュースを見たぞ。無事この絵を逮捕できたみたいだな。お疲れ様でした。おう、まだ逮捕しなきゃならんやつは残っているがな。そっか、大和田。俺はこの後飛行機で東京に向かう。一旦お別れだ。それも悪くない。さて、時間はまだあるな。出発を見送らせてもらうぜ、先輩方。そういや、いいか。だったら、チームセットがいる。